アイラの好きな仮面 YouTuber、お休みするみたいじゃない。そうね、残念だわ。2代目募集するみたいね。あれは私に向けられた動画ね。アンサー動画出そうかしら。私たちなんか1ミリも認識されてないんだよ。そもそも男性限定の募集だろ。大丈夫、私声色変えられるから。無理あるだろ。おそらく面談ではラファエル挨拶が求められるわ。一個考えたから聞いてくれる？最初の動画で出したアイラの挨拶、制服ディズニーしてる女8割偽物みたいのはやめてくれよ。ただでさえ女性視聴者 1% 台で少ないんだから。わかってるわよ、ちゃんと女性向けで女子高生にも人気のあの飲み物を絡めた挨拶してあげる。頼むよ。はい、どうもこんちは。タピオカ並んで買ってる女、全員タピオカと同じ色のカラコンしてる。増やす気ないだろ。女性視聴者増やす気ないよね。そうかな。アイラマジマンジなんですけどって言われるでしょ。もうその JK 用語も古いだろ。そんなことより今日は何解説するんだよ。今日はね、アメリカの禁酒法について解説するわ。私たち未成年だけどタピオカばっかり飲んでられないから禁酒法についても調べたの。絶対タピオカ飲んだことないだろ。アメリカの禁酒法は1920年から1933年までアメリカ合衆国憲法修正第18条下において施行され、消費のためのアルコールの製造、販売、輸送が禁止された法律である。禁酒法成立までの歴史は17世紀の植民地時代、アメリカではピューリタンの影響が強かった。酒の乱用は悪魔の仕業によるもの、規制するべきである。という動きで、人前で泥酔を繰り返す者に対して、罰金、鞭打ち、教会からの破門などが課せられた。鞭打ちか、厳しいね。不安定な植民地社会の秩序を守るため、厳しく規制された。そして1851年には、メイン州において禁酒法が可決された。しかし、こうした運動はすぐに勢いを失って、南北戦争の間は完全におざなりにされた。禁酒法の賛成支持者は、飲酒に対して冷ややかな態度を示す、ドライと呼ばれ、一方、禁酒法に反対する人々はウェットと呼ばれた。1881年には、カンザス州が州憲法により、アルコール飲料を非合法とした最初の州となった。アルコールを販売するバーには、賛美歌を歌いながら、マサカリを持った、キャリーネーションが乱入し、酒のボトルを叩き割るという儀式を実行した。どんな儀式だよ、狂気だな。殺意の波動に目覚めた、ステラおばさんみたいだな。1914年、第一次世界大戦が勃発し、アメリカはドイツに宣戦布告したことで、国民の愛国心が高まり、禁欲生活を強いる社会風潮が高まった。アメリカの大手ビール製造会社のほとんどが、ドイツ系だったこともあり、ビールイコールドイツ、イコール悪というイメージがまかり通るようになり、禁酒派を勢いづかせることとなった。1917年、飲料用アルコールの製造、販売を禁止する、合衆国憲法修正第18条を提出。48州のうち36州で批准され、禁酒法に関して規定した連邦法、ボルステッド法が成立。1920年1月17日午前0時をもって、禁酒法は発効し、米国内での 0.5% 以上のアルコール分を含む酒の製造、販売、運搬、配達、輸出入、所有は、ついに禁止となった。ここから禁酒が始まるのね。違反した者は、初犯であれば1000ドル以下の罰金刑、または、半年以内の禁錮刑が適用された。禁酒法反対派は騒がなかったの？法成立から施行までは1年の猶予期間が設けられ、個人が飲むための所有、飲酒は禁止されなかった。そうなの、全面禁止だと思ってた。お金に余裕のある人は、酒を買い漁るようになり、酒の値段は高騰した。そうなるよね。あくまで、禁酒法施行以前に製造されたものでなくてはならなかったが、1910年代に製造されたという偽造ラベルも横行した。禁止項目の一つに運搬があり、トラックで運ぶことの他に、個人が友人宅で飲むために酒を携行することも違法とされた。そのため、ウイスキーの瓶はヒップフラスコと呼ばれる、カーブのかかった平たい小瓶が考案され、ズボンの尻ポケットに入れたり、コートの裏側を細工し持ち運びしていた。中二病くすぐるアイテムだよね。自らの消費を条件に製造されたリンゴ酒やワインは、
酔いを引き起こさない飲料であれば、アルコール 0.5% 以上の酒も作ることができた。随分ゆるゆるだな。ぶどう汁を凝縮し、固形にしたものも販売されていて、60日ほどでワインに変化するものであった。ご丁寧に。ワインになる前にお召し上がりください。と記載されていた。お店では蒸留機が出回り、その横には、ホップ、トウモロコシ、グレーン等を販売。発酵が進むと、アルコールになりますのでお気をつけください。と注意書きがしてあった。押すなよ、絶対に押すなよみたいな、上島竜兵スタイルの販売なんだね。キリスト教徒の牧師等が、生産式で使うワインなどは購入でき、医薬品としてのウイスキーは10日に1回、1パイントの処方を許可され、胃腸の消化機能回復を名目としたビールについては、制限はなかったため、医師によって書かれた処方箋が乱発した。ザル法じゃん。工業用アルコールの製造は変性剤を混入して、飲用に適さなくすることを条件に認められていた。酒の密造者たちは、この工業用アルコールを使って、粗悪な酒を安価に作っていた。この時、毒性の強いメタノールが用いられたため、失明したり、命を落とすものが出始めた。毎年4000人以上が死亡したと言われている。怖すぎなんだけど。そして、見た目をソフトドリンクに似せるためや、密造酒や医療用アルコールなどの味の調整のため、オレンジブロチサムなどのカクテルが誕生。カクテル文化が大きく発展した。ようやく明るい話題が。また職を失ったバーテンダーがヨーロッパに渡り、アメリカンスタイルの飲酒文化を広めることになった。禁酒法施行後、ビール醸造業者は、0.5% 未満の酒であれば、製造を行えた。そこで、通常のビールを製造し、出荷前に薄めるなどして、0.5% 未満のニアビールと呼ばれるものを売り出した。ビールに近いって意味なのかな。しかし、通常のビールを製造し、そのままラベルだけ、ニアビールとして出荷することが横行。取締官もそれを嗅ぎつけ、工場を出た途端に取り調べを行うことも多くなった。そこで業者は、0.5% 未満のビールを運び出し、その後、注射針を使ってアルコールを混入する手段を用いた、ニードルビールと呼ばれるものも誕生した。いたちごっこだな。当然、非合法なアルコールも横行し、都市部では、モグリの酒場、スピークイージーが急増した。スピークイージーって話すのが簡単ってこと。バーの中では、警察や隣人に気づかれないよう、こっそりと話すことから呼称されるようになった。ニューヨークでは3万2000ものスピークイージーがあり、マフィアやギャングは、違法なアルコールの売り上げで大金を稼いでいた。最も有名になったギャングは、シカゴのアルカポネであった。ロバート・デ・ニーロがカポネを演じた。映画アンタッチャブルが有名だよね。カポネは26歳にして組織のトップに立ち、次々と敵を抹殺、市議会議員、警察などを買収して勢力を拡大した。年間の収益は6200万ドル、現在の貨幣価値に換算すると8億3000万ドルにもなった。巨大組織だね。しかしギャングとの抗争も激化し、1929年、ギャングの構成員4人、一般人3人を含む、計7人が殺害される。聖バレンタインデーの虐殺が起き、全米中のマスコミも注目を集めた。次第にカポネの行動が目立ちすぎるようになり、ついに1931年、脱税の容疑で告発され、11年の懲役、罰金8万ドルの有罪判決を受けた。脱税は良くない。禁酒法に関係する、窃盗や殺人などの犯罪が多発し、市民、ギャング合わせて、2000人以上が死亡したと言われている。こうして、禁酒法に対する反感が、都市部住民から高まるようになり、撤廃を望む意見が出るようになった。そして1929年には、暗黒の木曜日と呼ばれる、ニューヨークの株式市場で株価が大暴落する、世界恐慌が始まった。禁酒法が施行されたため、得られるはずだった。毎年5億ドルものアルコール課税収入がなくなり、政府の財政に悪影響を与えていると主張し、禁酒法反対派は、不況対策のため税収入増加を訴えた。毎年5億ドルもアルコールの税金あったんだ。そして迎えた、1932年の大統領選挙では、禁酒法の改正を訴えた、フランクリン・ルーズベルトが勝利した。
1933年3月、ボルステッド法の修正案に署名したことで、容積にして 4% のアルコールを含むビールと、軽いワインの製造、販売が許可された。ビール解禁になってわずか24時間の間に、100万バレルの注文が殺到、審議中の修正案に悪影響を及ぼさないかと心配し、業者は販売スピードを落としたという話もあったほどだった。みんなお酒に飢えてたんだね。そして、1933年12月5日、36番目のユタ州が修正案を承認したことにより、禁酒法は終焉を迎えることとなった。なるほど。これがアメリカにおける禁酒法なんだね。過度な締め付けは良くないよね。この禁酒法は、13年10ヶ月19日続いた、高貴な実験と揶揄されている。高貴な実験とはまた皮肉たっぷりだな。YouTube も最近規制厳しくなってるからね。もしかしたら私たちも、YouTube による高貴な実験の被験者に過ぎないのかもね。チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。